神様から一言は、小木原博司のサラリーマン小説、公文社文庫館。2002年10月に、公文社より、観光。2005年3月に、公文社文庫より文庫化されている。2006年12月に、ワウワウにて、伊藤敦主演で、テレビドラマ化。また2017年に、神様から一言には、お客様相談室物語と題してで、NHK にて、 テレビドラマ化され6月からの放送を予定していたが、主演の小出圭介の無期限活動停止を受け放送取りやめとなった。著者の会社員経験に裏打ちされた、生き生きとした企業内の描写や左遷された会社員が個性あふれる仲間たちとクレーム処理に奮闘する中で自分の人生を見直していくというストーリー。食品メーカーへ転職し、 入社早々の会議でトラブルを起こして、リストラ要員収容所と目される、お客様相談室へ配属された、桜鈴平が、風変わりな同僚に囲まれながら、お客様の声は、神様の一言というモットーの元クレーム処理に、振り回される日々の中で、仕事や人生に向き合いつつ成長し、やがてまともな意見を無視する会社に疑問を抱いて、 上司の篠崎と共に会社と対決する姿を描く。会社や仕事なんかのために死ぬな、そして死ぬほど辛いのは生きてる証拠ですという著者の死ぬなとのメッセージが本作に込められている。2013年9月に版元が期間本の反則を再び仕掛けるにあたって笑えて元気になれる小説として今また読まれるのではと本作に着目。 ビジネス街や駅中の書店を皮切りに、全国で反響を呼んで、増刷を重ねることとなった。2006年12月24日に、ワウワウのドラマ W 枠で、古間谷智之監督、伊藤敦主演で放送された。キャストスタッフ関連商品、DVD、神様から一言なには、お客様相談室物語と題して、NHK 大阪放送局制作により、NHK 総合、 土曜ドラマ枠にて2017年6月10日から全6回で放送を予定していたが、放送開始直前の主演の小出圭介の無期限、活動休止を受け放送中止となった。放送中止に伴う措置本作の放送中止に伴い、土曜ドラマ枠では2017年1月から2月に BS プレミアムプレミアムよるドラマ枠で8回にわたり放送された幕末グルメ節し。 が6回分に一部再編集され放送された。放送中止を受け、初回放送予定の6月10日に、朝日新聞土曜、日付別釣り、B テレビジョンの表紙に掲載される予定だった小でへのインタビューも取り消しとなった。すでにこの箇所は2017年5月30日付にインタビューを収録、小での問題が発覚した6月8日の段階では、 もうすでに別刷りはすり終えて各新聞販売店に配られていたため6月10日の紙面の一部では小出のインタビューが掲載された別刷りと本市中ページに改めて掲載した修正版が重複掲載された放送中止になった本作をそのまま封印作品にするかもしくは代役を立てて おいで出演部分を取り直して放送を延期するかについては明らかにされていない。キャストスタッフ神様から一言何はお客様相談室物語に関するカテゴリー。ありがとうございます。